い、向井千丼です。はい、はい、次こっちも取ります。私のやつがちっちゃい、一番小さいやつ。びっくりエビ天丼定食がちょっと届いて、こんなでかいんだけど、どうする、これで。私の手とかスマホで比べてみたら分かるから、こんなに大きいんだよ。はい、いただきます。ほら、こんなんだよ。臨場感漂ってるから。すごっ。僕のは行くよ、見えるかな。うわ、すごっ。ほら、あ、落ちる。あとなんかね、これ、ポークのお漬物も来てる。はい、ちょっとお皿を取って、そのお皿。お味噌汁。こういう感じ。なめこのお味噌汁だ。いただきます。うん、おいしい。よいしょ。いいね。今日も楽しく人生が終わってしまうね。はい、すいません。ドレスこうやってかけちゃえばいいの。ほんとでしょって言ったもん。お天丼のタレ。ドレス天丼のタレなんだ。どうやってやるんだ。な、かけるよ。おう、あ、すごっ。すごいすごいすごい、わさびたっぷりで。どっから食べたらいいの。わかんない、どっから食べたらいいんだろう。すごいね。いただきます、はい、じゃあいただきます。これなんだろう。あ、あんたの好きなカツオです。カツオだ、やった。これは取っとこう、あんたのために。おいしい。これはブリで、ブリも美味しい。やっぱ新鮮だね。やらかい、美味しい。満足感が高い卵氷、ラグーナは。うまいぞ。おいしい。このカツオとかそういうとこも好きだもん。食べよう。はい、美味しそう。カツオ私大好きだ。いただきます。エビ食べた。食べた、美味しいよ。めちゃくちゃうまい。美味しい。うまいぞ。めっちゃ美味しい。なんかさ、美味しいものは美味しいしか言えないんだよね。絶対来るべきです。美味しいですよ。ね。あ、そうそう。だからどこに来てるか言わなかったよ。ガマゴーリ。ガマゴーリラグーナです。今日はさくらちゃんの弟のアジリティの今日は練習会。本当は明日が本番なんだけど、私は明日がゴルフなので。ね、聞いていい？アジリティって何？ミミミミミってやるやつ。あ、こう走ったり。そう、なんかこう。ポールが立ててあれを分かった、分かった。この動画でまた撮るから、うん、でもアジリティは今日いけないじゃん。いや、走ってるの、うん、アジリティの練習やってたから、うん、また撮るから、この続きでアップしますから、うん、見といてください。そう、すごいよね。ああいうのはアジリティって言うんだ、うん、このお店がいいですよ。すごく美味しい。あのラグーナの中にあるんですかね。うん、シュン、最高。シュンか、シュン、うん、最初、最初。何気にね、このね、キャベツのこれも美味しいし、お昆布も。いや、美味しいよね。うん。会話うまいしかないじゃん。うん、どうしよう。どうしよう。食べるものがさ、美味しい以外何も言えないんですけど。はい、すいません。でも、美味しい、美味しいものを食べるのが一番だよね。幸せだよね。うん、幸せ。この中で、うんうんうん、これ魚市場。書いてなかったっけ、うん、魚広場、広場か、うんうん、でもね、多分ね、コロナ明けだからあんまりいないね、うん、今日土曜日なのにお客さん少ない。そうだね、今お昼の12時、うん、一番本当は混んでなきゃいけないのに。はい、そうそう、うん。Thank you.
多い。うちのなんかコスプレの方たちがいる。チャレンジの鐘だ。